伊川茂月2月8日は、愛媛県出身の発明家、音楽ディレクター。へその音が首に巻きついて生まれ、その後遺症で重度の脳性症に麻痺になり、言語と右手右足の機能に障害を抱えている。音の研究家として、言語、聴覚、視覚などの障害を持つ人たちのコミュニケーションを助けるために様々な装置を開発している。 昭和61年に、視覚障害者用の音声機能付きタイプライターを開発しており、これが、井川の最初の発明となる。こびない、しりぞかない、あきらめない、日本福祉大学社会福祉学科名古屋工学院、専門学校、第二電子工学科、大阪芸術大学放送学科北新宿経営、昭和57、平成26、ザワークス総務、平成26、 とコアカコ平成28、伊川総合研究所、平成29日本宇宙少年団、西条サンタクロース分団結成分団長に、就任愛媛新聞愛媛版1992年11月18日に、掲載新商社用、発生パソコン開発日本宇宙少年団より特別、小平成6年日本アマチュア無線連盟より表彰。 平成28年日本宇宙少年団より30周年記念表彰ありがとうございます。